大阪市立伊豆尾幼稚園は、かつて、大阪府大阪市、大正区にあった公立の幼稚園。昭和初期1929年、市立の幼稚園として創立。2015年3月末で廃止された。1929年9月1日、市立伊豆尾第一幼稚園として設置された。当初の園地は、大阪市立伊豆尾東小学校の隣だったが、 1979年、千島三丁目に移転した。定員は4歳児5歳児、1学年4学級140人。保育時間は午前8時45分から14時まで。水曜は保育特別曜日として午前11時30分までだった。近隣の大阪市立大正北中学校の生徒が絵本を園児に読み聞かせするなど、幼虫連携を行っていた。 2011年大阪市長に就任の橋本徹が全幼稚園の民営化と号令をかけたため大阪市は2013年9月に基本的にはすべての幼稚園を廃園あるいは民間移管するとの市政改革プランの方針に基づき大阪市立幼稚園の民営化について現時点での考え方を策定したただ市立幼稚園の民営化 廃園に関する条例の改正案が2013年11月29日、大阪市会の定例市議会委員会の場で、橋本市長が代表を務める政治団体大阪維新の会を除き、公明党、自民党、民主党など4会派の反対で14円について、否決。廃止は5円にとどまったが、伊豆尾幼稚園が含まれていたため、伊豆尾幼稚園は、 創立88周年となる2016年の3月末で閉園となった。ありがとうございます。